やハロー、どうもこんにちは。はい、現在11月18日木曜午後4時半ですね。はい、うちの母が仕事に行きましたんで、先ほどちょっと見事に失敗しました。ソードアートオンライン20話、4分半ぐらい見てしまったんですけども、もう一回見直してね、もう一回見ていきたいと思います。はい、では自己紹介。僕らのはマジラ条件にハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカン、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり現在40歳、芸歴は16年目、マジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、会社員を辞めパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーしてますけれども、現在コロナの影響で去年の2月頃からほぼ無職状態、貯金切り崩して生活しています。めちゃくちゃ自粛してますが、そんな中でアニメにハマって、約1年7ヶ月で500作見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなどなど、すべて説明文にまとめてます。ぜひともチェックよろしくお願いします。はい、そして過去のアニメリアクションに関しては、再生リストに作品ごとにまとめてます。ただ、大量削除してるんで、ほとんど残ってないんですけども、この作品は見たんやなというのはわかると思うんでね、そちらもチェックしてみてください。そして来年の9月には、どでかい発表があります。お楽しみに。ということで、D アニメストアですね、ソードアートオンライン2、20話、いきたいと思います。はい、いきます。3、2、1、スタート。ちょっと待って、なんでスタートせん？遅い、遅い、遅い、反応が。すいません、もう一回いきますよ。3、2、1、スタート。オッケー、よし。ジェン、ジェンね。ジェンタルケン。ノリ。シューネージッチ、ジェンタルケン、ノリ、シューネージッチね。ジェン・タルケン・ノリ・シューネ・テッチ。まあ、すぐ忘れるな、これ。はい。ということで、ごめんなさい。ほんま、さっきちょっとうちの母ね、これの前にアップした、ちょっと今、一本ね、ちょっともう一本今、動画アップロード中なんで、まだか。はい、ちょっと今、一本アップします。はい、今ちょっと一本アップしたんですが、その前にアップしたね、エンジェルビーツ最終回の悲劇再びということで、やらかしました、完全に。はい、やっぱ焦るといかんなっていうことがよく分かりました。はい、ということで、さっきあと2分ぐらい見て終わったんです。
それはなんな、気になんな。進学とかそういうことかない。進学就職とかかな。これ初めてしました。今切り終わったんかな。リーダーしかね。はい、さっきここまで見たんです。あ、ほんであと一人欲しかったのね。あ、そういう理由やったんやん。ああ、そんな理由やったね、勇気が戦ってたのは。このマザーズロザリオ編はアスナが主役かな。キリトね。そこよね。なんでキリトちゃうんやろ。ああ、なんか言ってたな。秘密、なんかこのなんか世界の住人的な発言してたな。ん？え？ディスコネクションパワーだもん。え？あ、母親かもしかして。あ、やっぱり林原めぐみさん。あ、
ここはちょっと言い返せへんな。これは言い返されへんな。これはアースナやと思うだな。これアースナの家庭問題が非常に重要に関わってきそうね。キリトの前に篠崎梨花がいる。このお見合いさせられた相手とかどないなんだろうね。バーサクヒーラー言ってたね。強いんやね、ほなこの6人は。なんかおる。あ、他のバーディー。これって要は勝手に他のパーティーが加勢してきたらあかんってことかね。
なんかあったな今。わあ、強そう。顔2つあるやん。全身だってことだよね。あ、見とったんかな、だから。なんかついてきとったよな。ピーピング。成功ことしような。すぐ行こうとか。今までこのピーピングに気づかれへんかったらね、ほんなら。うわ、めっちゃおるやん。対人戦闘始まんの、これ。
まあ、そうなるわな。ここでそんな無駄な。えらい喧嘩ができたな。さすが負けなしやね。これ後に響きそうやな、なんか。これあれちゃうの、母ちゃんにぶつかるってことちゃうの。もう言うてるもの悪いやな。ん？挟まれた。もう最悪や。あれ？キリと言えへん？違うか？キリとやね、これ。なんでキリとあかんの？うわ、かっこええ。ええとこ持っていくね、キリと。これが持ってる秘訣か。ん？田中麻美さんいたな。誰？ノリか。ノリかシューネかどっちかやね。天地の日。はい、わかりました。とりあえず今回、分かったな。その勇気は、スリーピングナイツ。このスリーピングナイツっていうなんかパーティー名もなんか気になるな。が、戦ってた理由っていうのが、春までしかこのパーティーは、なんか別のゲームで出会って組んだとか言ったかな。で、春までしか活動できひんみたいなことで、思い出を残したいから、ボスを
このワンチームワンパーティーで攻略して石碑やったっけ、なんとかの日に、名前を残したいという目的のために一人、勇気よりも強いもしくは同等のやつを入れるためにあれをやってたってことですね、デュエルを。でアスナが選ばれたけども、なんでキリトじゃないねんって言ったら、私の秘密に気づいたから。これなんやねん、これなんかキリトがなんか言うとったんよね、なんて言ったっけな、なんかこのフルダイブの申し子みたいな、なんかなんか言うてたな、勇気のことを。だからあかんと、私の秘密、これが気になるね。でまあミーティングを終えて、街に出たとこで、あれは回線中断されたと、まあ母ちゃんにコード抜かれた。だけどこれは前にも同じことをやらかしたから、コード抜かれたってことやね。で次同じことやったらもう没収よということでしたね。まあこれはちょっとアスナが悪いね、これはね。でやっぱその前にもこのせいで2年間人生棒に振ってんのにあんたは子はないのかみたいなこともまあまあ母ちゃん正論やったし、うん、まあそれでまあ飯食わんと外行ってしまいましたけどね。ね、着信歴の、あ着歴かな、発信歴かちょっと分からんけどね、キリトの名前を見ながらこう涙ポロッと、ほんまは電話して助け求めたいけどここはうん、まあ、アスナが選ばれたからできひんかったということなんかな、うん、で今度ボス戦の、ボス部屋の前にいたわけわからん3人、こいつらが実は覗き見してたってことでしたね。汚いことしよんの、うん、まあまあでもそれも作戦か言うたらね。でまさかの対人戦に発展して、うん、さらにまさかのキリトが登場して、ここは通行止めだってかっこいいこと言って終わると。いやー、ええとこで終わったなこれは。どうなんだろうな、ここでのボス攻略は成功するのかな。うん、そう、あとは春までしか活動できひん理由ね、気になるのは就職進学、うん、それとももっと重い何か、誰かの余命とか。いやー、なわけないか。いやー、わからへんな。いやー、全然読めへんな、まだな。うん。はい、ということでね、気になるところですね。はい、ソートアートオンライン2、20話でした。よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。はい、現在ね、大道芸業界死んでる中で、僕はですね、去年の3月27日、バイオレット・エヴァーガーデン10話のリアクション動画をきっかけにアニメリアクションを始め、今で1年8ヶ月目ですけども、まぁ、ちょっとね、著作権警告、まぁ、当然納得いかんもんではありますけれども、を去年、2個受けて半年分のリアクション動画消し、今年も8月6月に2個受け、ウーマ娘を全部消し、カラオケを全部消し、そしてもう1個ペナルティ受けると死んでしまうんで、10月5日6日の生配信で、1426本337日分のねリアクション動画を消すという悲劇ありまして、まあどん底を味わってね、もうほんまやめようとは思ったんですけども、今はもっとねまた根性を入れ直して、一からやり直しているところなんで、皆様ぜひとも応援よろしくお願いします。そして僕と一緒にアニメを楽しんでください。はい、よろしくお願いします。ただ僕はね、大道芸人パフォーマーが、本職ですから、せめてホームページだけでもいいですし PV だけでもいいんで覗いてください。そして大道芸に興味を持っていただければ嬉しいですし、僕に興味を持っていただければ最高です。はい、以上マジ大道芸人浜田でした。どうもありがとうございました。それでは。